そのものは買わなかった。同じ DS で3つのソフトを使い分けてた。ダジャレ面白いだよ。祭り夏色祭り、え、もう体調はいいの？復活できるの？大丈夫なの？祭り、またコラボしろ、しような、戻ってきたら。てか今度、東京行くとき会おうよ、祭り。祭り大丈夫か？祭り愛してるぞ。祭りなんか体調面が、やばいんじゃないのか？また遊ぼうなぁ。まだ復活はしてないんだよね、祭りは多分。私、祭りにモデレーター渡してたっけ？渡してるよね。してなかった！すいません！してなかった！ごめん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 ！モデレーターです、祭り。誰に渡したか渡してないかもうわからんくなっちゃうんだよね。あ、11月2日に帰ってきてくれるんだ。じゃあ、あと2日だね。本当にしっかり療養なさって、ファンのみんながね、心配してます。そっかそっか。戻ってこれるならよかった、本当に。どうせスパチャしか会話しないからスパナいらない。バカ野郎お前。スパチャなくてもどうせ目立つんだから文字。スパチャしなくていいんだよ、祭り。お金大事にしろ、祭り。このスパチャのお金で一緒にディズニーランド行こう、祭り。祭りとディズニー行きたいよ。祭りとラブホ行きたいな。ラブホ女子会しよう。玉木とかも入れてさ。ぜひ同行させてください。チンコはいらねえんだよな。玉木も来てほしい。誘うってことはいいんだね。え、いいよ。え、聞きました、まつりちゃん。まつりちゃんは、ロボコさんと、口で本当にチューしたって本当ですか？え、全然。口のチューぐらいならいいですけど。私にもしてほしいな。本当なんだ。へぇ、やばいね。マジで。え、すごい。いいな、ホロライブに移籍するわ。ホロライブに移籍したら女の子とキスできるんでしょ？ホロライブ行くわ。こんにちは。ホロライブ所属、群島美玲です。許されそう。大して抵抗なく受け入れられそう。ベロチューしてたの？それはやばいね。ベロチューはやばいね。普通のチューじゃないんだ。なんかチューとか言って恥ずかしいな。ベロチューなんや。ベロチューしたいからホロライブ行きます。二次三次とホロライブは結構仲いいよ。うん。だって松色ちゃん、松色ちゃんって誰？夏色祭りだってさ、八代さんか。と、27歳と JK だしさ。で、一緒になんか歌ったりしてるじゃん。そうだね、前元と一緒に行くか。ホロライブを汚さない。汚れてんだよな。私より松色ちゃんの方が下ネタひどいよ。あ、前元移籍済みなんだ。あ、そうなんだ。二次三次のメンバーだと思ってた。鼻水食べるのやばいね。私鼻水食べたことはないな。鼻水ってどんな味するんだろうね。多分しょっぱいんだろうな、なんとなく。舐めてみたいな、人の鼻水。祭りが玉木の、へえ、そうなんだ。玉木と仲いいもんね、確かに。こういう頃のライバーになったら、あんなシュールなショートアニメ。あ、え、でも出たいよ。そしたら 3D だもん。出たいよとか言ってちょっとガチになっちゃったじゃん。いや、全然二次三次で満足しています。本当にありがとうございます。皆さん、群島美玲、二次三次所属の群島美玲と、ホロライブ所属の夏色祭りのチャンネル登録よろしくお願いします。